マリックと再戦するぞー。さあ、強いの持ってこい。墓守の一族レベル2。さあ、俺によこせ。勝った。もう俺の勝ちでいいだろ。落とし穴デッキだろ、どうせ。落とし穴、落とし穴をさせないためには守備モンスター。いったー、来た来た。マジか。いきなりかっこいいぞ。顔がやばいぞ。フィールドカード1枚対象として発動、破壊できる。鬼畜かよ。ドロー。融合が来た。融合はできない。またこのトラップが来た。召喚、こっちだな。こっちを守備。さあ、特殊効果を使って潰してくるかどうかだな。来いよ。うわー、2200来るか。2200か。トラップ使っとこう。でもな、多分あれ落とし穴だろ、きっと。ここで融合モンスターが来ないと俺はもう負けるかもしれない。きた、融合。トラップなんて怖くない。どうしよう。これとできなかった。これとこうしかできないのか。融合。融合召喚。まだだよ。召喚。落とし穴来い。落とし穴来い。落とし穴来い。切った。さようなら。俺の勝ちだ。俺の勝ちか？計算ができない。俺の勝ちかどうかが分からない。計算ができない。多分まだ勝ちじゃない。全然勝ちじゃなかった。全然勝ちじゃなかった。全然勝ちじゃなかったけど、まあもうやつはもう何もできないだろう。くそ、もうちょっと待てばよかったな。やつにはもう何もできないだろう。カード伏せる。落とし穴、落とし穴なんて怖くないよ。召喚。さあ、どうぞ落とし穴使ってください。本当に落とし穴だ。まあこんなん使う必要性はないんだけどね。念のため出しておかないと。バトル終了のトラップだったら困るしな。やったぜ、倒しちゃった。
さあどっちだ、レアの方か。あれレアじゃない。まあいいか、これでな、なんだレベルかける100、モンスターを、お結構いいじゃないか、500アップ、デッキから2枚取ろう、いいじゃないか。でも装備デッキはモンスターが出ずに事故るっていうことは結構あるからな。もう一回戦える、やったぜ。いらっしゃいませ。デッキが欲しい、強化、マリックが持ってる。微妙なのが2個いる。くそ。セーブしてからやるか。セーブセーブ。アンズはこれもしかしてレベル3ができたりしない？ないじゃないか。定義しない。リセマラリセマラリセマラ、落とし穴対抗するのはもうないからな、融合するしか。一回出してしまえば勝ちなんだけど、本当に融合するぐらいしか。ああこれはいけるわ。そうか、最初に召喚するっていう方法があったな。セット、先に召喚してしまえば落としたな、怖くないかな。もうこれで相手何もできないじゃないか。落とし穴どうぞ、勝手に召喚しないしっていう。やめて、壊された。あれ魔法にチェーンしてトラップ発動はできない。そうかそうか、魔法解除しようにも魔法じゃないもんな。これ勝ったぞ。落とし穴はどうしたんだい。え、ないの。そうか、ジムナイトクリスタ。そしてやつは危ない危ない、やつは防御力1900以上のモンスターはいないはずだ。はい、お疲れ。手札に加えてどうぞ、手札に加えてどうぞ。やつは何もしないまま終わってしまうのか。先行さえ取れたら楽勝だなこれ。ふふ、もう終わりだよ。諦めなければ勝てるのか。勝ってみろよ。召喚するまでもないけどな、出しとかないとな、何があるかわからないからな。バトル、さあ終わりだ。しまった、また効果無駄な、無駄な効果が。今までもっと強かっただろうに、どうしてそんな弱くなったんだい。
行けなんとかって言わないの？言わなかった。ジェミナイトクリスタじゃないと言わないんだな。さあリセマラするかどうか。リセマラ、リセ、来た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 。夜？夜になった。さあ強化だ。デッキ強化。強化したところでなんだよな。でも昆虫大集合。さてどうしようかな。あと一勝すれば。なんか人がいっぱいいるぞ。お、こっちのお姉さんにしよう。大人のお姉さん。いや俺髪の毛短い方が好きだからこっちにしよう。フュージョンリサーチャー。なんだ、フュージョンするのか。融合デッキするのか。よし、じゃあ戦うぞ。フュージョンリサーチャー負けそう。一旦キルされそう。なんちゃら普段剣出されて巨大化つけられて、アルティメットドラゴンって。それ融合違うからって。融合モンスターだけ融合じゃねえからって。なんだこいつは。天使が現れた。こいつ知ってる。シャインエンジェル。やっぱり1500以下の光属性モンスターを攻撃表示で特殊召喚。いたなこういうやつ。これの全属性あったよな。そういえばトラップ発動。セット、召喚。いきなりボコっていこう。効果モンスター。これでジェミナイトクリスタでボコると。相手は光モンスターを出してきて融合するのか。しかし融合はこっちも次のターンぐらいでできるはずだ。ジェムナイトクリスタ。あ、発動された。行って。なんだこいつエロいぞ。そんなん出したところで融合か。融合カードが来ないのか。融合カードが来ないから何をする気だ。ジムナイトなんちゃらっていう新しい融合でもいるのか。なんだ光出した光出した。エクシーズ召喚かよ。エクシーズは結構ひどいのがあるからな。いや知らないんだけどね、ひどいのって言われた。こう合わせることで強っ。なんだこれ、めっちゃ強いじゃないか。融合じゃないぞ。しかもさせない。俺のエースモンスターを倒そうとするんじゃない。このまま行くぞ。さあ融合は俺の勝ちだ。
いやこんなんしなくても終わるんだけどね。相手が融合がだんたら言ってたからな。融合召喚いけーバトル、こっちで終わるっていう。あははは、なんてエロいんだ。なんか処分に置いた。無駄無駄無駄って殴ってる。鬼神の連撃、そのモンスターは2回攻撃できるだぞ。なんだ再融合、墓地の融合モンスター一体を対象として、すごいいいなこれ。あら強いのね。はいはい、今日は終了。3回で1日が終了するんだな。どんだけ白熱したバトルなんだ。お兄ちゃん、うわ、3人か。貝場セット互角と書いてるぞ。そんなことないだろう。一度も勝ったことないじゃないか。お情けで勝ったことならあるけどな。飛び降り自殺するとか言って。でそれで勝った気になって最後に甘さを見せたなとか言ってほざいてたな。バカじゃねえの。大会もう大会が出た。いらっしゃいませ。出てないか。デッキ強化できないのかな。何も判明してない。さっきのデッキは何だったんだ。こっちだったのかな。なんかいろんなデッキがなんだこれ。花の金曜日マンが持っている。強いのか。ラッキーセブン3枚ドロース。分からん。なんだこの完全に運任せなデッキ。セカンドチャンス、あ懐かしいドリームピエロ。表側守備表示になった時、相手がこんなむちゃくちゃな。懐かしい。火力が低すぎるってこれ。ちょっとどうやって戦うんだよ。なんかいつの間にか増えまくってるけど、なんだこれ。増えまくってるけど欲しいのがないな。全然自分で選べないっていうのが辛い。ガチャしてもいいんだけどな。この人たちと戦っても意味ないしな。どうしようか。適当に戦いまくってさ、話を進めることにするか。